最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。あとコメントも、お待ちしておりますので、何かありましたらよろしくお願いします。では次回の動画までありがとうございました。